コリアスプリント G39 月8日ソウル競馬場ダート 1200m 国内最終追い切りイコール8月29日立冬トレセン今回が5度目の海外挑戦となるジャスパークローネオス5歳立冬森秀行厩舎父フロステッドは半路で鋭く伸びた姉妹重点で51秒7から11秒8のコート形を馬なりでマーク すがるいフットワークで登坂し、高気配を漂わせた。清水涼助手は、前走からそこまで間隔が空いていないし、時計、動きともに問題ない状態に仕上がっている、と胸を張る。米国、香港、サウジアラビア、ドバイと過去4度の海外遠征の経験から、環境の変化への対応も十分。環境の変化には対応できると思いますし。 サウジアラビアでダートでも走っているので、スタートだけ気をつけて競馬をできれば、と同女子は力を込める。初の海外タイトルへ視界は良好だ。